シネアルテ、徳島県徳島市にあった映画館の名称。本項目で記述。沖縄県那覇市にて国馬組が経営、運営していた映画館。シネアルテは、徳島県徳島市造本町にあった複合商業施設。旧徳島平和劇場、旧アタック平和、旧平和ドルビー、旧造本座。2008年12月23日。 当時全国で唯一映画館の存在しない県庁所在地であった徳島市に2005年に閉館した旧徳島平和劇場のアタック平和を改装して映画館を兼ねた複合商業施設を開館。隣接していた平和ドルビーはカフェとなった。しかし2009年末に閉館し、再び徳島市から完全に映画館が姿を消した。その後は居酒屋、 日八や造本店が入居していた。2021年に建物は解体された。戦後より、造本座が存在し、徳島市西部の芝居劇場のメッカとなっていた。今は亡き月形龍之介、横山円達、花火師ア茶子も来園している。平和劇場はそれを受け継ぎ、1946年4月、開業、その後、平和ドルビー。 アタック平和の二艦体制となり、映像文化の明かりを守っていた。しかし県内に登場したシネコンの台頭によって、次第に、陰りが見え始め、さらには、当時の艦首が急成したことも、追い打ちとなり2005年9月16日に閉館。翌2006年1月27日に、徳島東方、東方シネマが閉館したため、徳島市に一時的に映画館が存在しなくなった。 ありがとうございます。